改めてこう木崎さん、日本代表の今大会の戦い4試合どう総括評価しましょう。いや、まあ僕はかなり森保監督批判してたんで、もうグループステージ突破した時点で100点だなっていうふうに思ってたんですけども、ただやっぱりその欲を言えばですよ、もうクロアチア戦を見ていて途中でもう腹が立って、もう後半のあまりの不甲斐なさに、まあ全然つなごうとしなかったですよね。全部バンバンロングボール蹴って、そこがやっぱり次の課題になってくるのかなと思いますね。ただまあ話を戻すと、そのドイツとスペインに勝って突破っていうのは誰も予想してなかったことですし、もう前半バードでも言った森保さんの今回の最大の功績は、5人交代制を生かした90分の中で戦術をドラスティックにカードとして変えるという発明をしたと思うので、これは今後真似してくるチームも増えてくるんじゃないかなとは思いましたけどね。まあ、多分海外に視察行った時も多分ね、こう低姿勢で教えてくださいっていう感じでいろんなものを吸収しに行ってると思うんですけど、まあ、その辺の姿勢は逆に評価すべきですか、森保監督は。そうですね、そこは、まさに自分立場を生かしたところだったでしょうし、まあ選手にもいろいろ聞いてるみたいですけど、まあ選手からすると、まあこれは三村から聞いた話なんですが、選手からすると、いや監督に直接聞いてくれよっていうふうには思うらしいですけども、その森保監督に、まあ、選手にどういう練習してんのとか聞くと、まあそれはそれでいいんだけども、なんで直接聞かないんだっていう不満は、選手サイド向けんじゃないですか。そのヨーロッパの選手を視察行くときにはトレーニング代表監督だから見れるんだから、直接監督に質問してくれればいいじゃんって感じなのね。そうですね、アーセナル行ったらその監督に行けばいいだろうし、そっかそっか、そこら辺の、まあ、教えてくれるか別だし、そのあれですけど、その姿勢を見せてほしかったっていうところなんでしょうね。なんでか、ただでさえ選手が監督のことをすごくないと思っちゃってるから、余計に教えてくださいってなると、なんで選手が教えなきゃいけないんだっていうのが反発があったんだと思います。でもある意味今大会で、まあ、それはもう2010年大会もそうなんだけど、直前に守備的に行って、もう直前とか大会中に守備的に戦術的に落とし込めるのは証明できたわけじゃないですか。だから4年かけてこのサッカーを磨くっていうよりも、今度はじゃあ非保持じゃなくて保持のところでもうちょっと優位性持って、コスタリカ戦で課題として出たように持たされた時にどう崩すのみたいなところをやっぱりメインに僕は積み上げていった方がいいかなと思ってる派なんですけど、木崎さんどう思いますか？いや僕もそうですよ、小沢さんの立場はなんか堂安、森田、鎌田、冨安派 で、でもまあそっちになってくんじゃないですかね。で森田選手がやっぱ立ち位置をもうちょっとこだわりたいと、でそういうのをできなかったと、今回は時間がなかったし、いい守備からいい攻撃っていうスローガンのもとにみんな一つになって、それについてやったけど、だから逆に言うと他のことはできなかった。なので、例えばクロアチア戦の時に持たされるって後半、相手は多少プレスを強度強めてきたら、スリーバックの、じゃあどういうとこに立つかっていうのが全くできてないから簡単にプレスかけられちゃったと思うんですけども、なんでもっと開かないのかなとか、もっと角度つけないのかなとか、改めて見て思ったんですけども、だからそこは、取り組んでほしいですけどね。まあ、もし森保さんが続投したとしても、さすがに取り組むんじゃないかなと思うんですけどね。このサッカー熱、今回のワールドカップで改めて盛り上がったサッカー熱とか、代表人気の復活を考えると、まあ、森保監督続投の流れでも、まあ、僕はいいと思ってるで賛成は表明したんですけど、でもやっぱり、こう、このワールドカップで見せたような、なんかこう、采配とか戦術的なバリエーションが継続しないと多分またすぐに盛り下がるわけじゃないですか、何やってるのか見えないとか、で、まあ、言葉の力もそんなにない監督なんで、まあ、であれば確かにしっかりと選手にも学び、サッカーをこう新たなものを教えられて、でメディアにもしっかり論理的に会見で話して、あ、この監督こういう考えでサッカーやってるんだ、サッカーってこう考えるんだみたいな、まあ、ある意味オシムさん的な監督の方が、まあ、その今後、この先4年って長いんで、サッカー人気、代表人気考えると、そういう監督像ももちろん、やっぱり求めたいですよね。で、森保さん自身も、例えばシントトロイデンで、1年間コーチやって、その間にライセンスを特例で書き換えてもらって、日本人監督、ベルギーリーグ一部でやるっていうのは、非常に日本サッカー界にとっても、本人にとってもいいんじゃないかなと思うんですけども。で書き換えが多分可能な気がしていて、J リーグで3回優勝してるし、今回のワールドカップの、実績もあるんで、結局 AFC のライセンスから、ウーハのライセンスに書き換えるのは、あっちが認めれば書き換えてくれるから、特例で。
ポステコグルーとかもそうでしたし、うん、あれはあのマリのその優勝経験とオーストラリアの優勝経験が加味されたみたいですけど、うん、あとオーストラリア代表監督経験、うん、なので多分あのケビン・マスカットも書き換えられたし、うん、いけるんじゃないですかね、うんうんうん、森谷さん自身は結構そういう海外志向も本当にあるのかな、そういう話が出るってことは。もともとヨーロッパに終わったら勉強しに行きたいって言ってましたよね、うんうん、で今はやっぱりもうあの全部出し切った感があるでしょうから、吸収する時期も必要なんじゃないですかね、うん、まあ、あっちに行ったから吸収できるってことは甘くはないでしょうけど、うん、違う体験をしてまた代表監督に戻ってくるって言った方が、うん、両者にとってあのハッピーだと思いますけどね、今、うん、このまま行くとかなり消耗していく気もしますね、うん、まあ、コーチに優秀な人を入れて、うん、まあ、結局最後すごい強調してたのは、うん、自分は監督係で戦術は誰々コーチ、守備の戦術は誰々コーチっていう分業制でやってたってことを、うん、あの改めてクロアチア戦負けた翌日に言ってましたから、うん、で、実際中身言うと、横内さんが攻撃の戦術。うん、で、今度岐阜になられた方、ちょっと名前忘れました。上野さん。上野さんが守備の戦術。うん、っていうように、攻撃は、と守備でコーチで担当を決めてたそうですね。なるほど。